フリーライトコインで出金します。このチャンネルでは無料マイニングや無料で暗号通貨がもらえる情報をお届けしていますので、ぜひチャンネル登録いただいて情報をキャッチしてください。はい、こんにちは、ハッチーノです。今回はフリー LTC.com ですね、ライトコインを、出金金額にね到達してますので出金してみたいと思います。はい、じゃあですね、早速なんですけれども、このね引き出し、もしくはこの撤退でもいいのかな、撤退を押してみましょう。はいはい、そうするとねライトコインを撤回すると出てます。で、ね引き出し額を入れて、手数料が書いてないですね。手数料が書いてない、後で出てくるのかな。はい、まずはねこのライトコインアドレスを設定しましょう。じゃあね設定を押して、はい、そうしましたらね、この設定のところで、こうですね、撤退の変更というところで、ライトコインアドレス入力するところがありますので、こちらにライトコインのね、アドレスを入力しましょう。はい、じゃあ、私のウォレットのアドレスをコピーしてきて、貼り付けしますと。はい。はい、じゃあね、ライトコインアドレス貼り付けましたので、はい、ここでね、引き出しアドレスを変更するを押しますと。はい、そうしましたら確認のためメールが送信されましたと出ましたので、メールの方をね確認していきたいと思います。はい、そうしましたらねメールが届いてますので、こちらをねクリックしてみましょう。リンクを開くですね。はい、そうしましたらね引き出しアドレスを変更する、引き出しアドレスが正常に変更されましたと出ていますので、これでね準備ができたと思います。じゃあ撤退を押して、はい、ここにねアドレスが反映されていることを確認できました。じゃあ金額ですけれども、最初引き出し額が 0.01 ということで、今 0.0167 とあるので、じゃあね 0.016 までいきますかね。 0.016 はいですね。で、手数料が取られないっていうことなんですかね。はい、これは嬉しいですね。はい、じゃあはい、金額確認して、アドレスですね、 LTC から始まるアドレスで、はい、問題なければ撤退というところを、じゃあはい押します。はい、引き出しリクエストは正常に完了しましたということなので、あとはねウォレットの方で実際に着金したかどうかを確認していきたいと思います。ということで、実際にね着金したかということで、はい、こちらがね私のライトコインのウォレットになりますけれども、ここにね 0.016 ということで、今回のフリーライトコインから着金したのが確認できましたと。はい、でちなみにですね、この上の 0.0086 ですね、こちらね前回別のフリーライトコインのやつですね、そちらの方からも出金できることが確認できましたので、結構ねフリーのフォーセットサイト本当に着金するのかなって心配だったんですけれども、まあどちらも着金したのでね、はい、ぜひね溜め込んで、はい、出金金額足したらやっていた、あの出金していただけたらと思います。はい、そしてですね、今回、出金できたこのフリーライトコインのサイトなんですけれども、姉妹サイトがですね全部で16個もありまして、これ全部ねフリーでもらえるので、ぜひですね、あの一緒にやっていただけたらと思います。これ16個あって、結構あのスマホでやると大変なんですけれども、パソコンでやると本当に1分以内、下手したら30秒いかないくらいで全部ね16個回せちゃいますので、はい、そのねやり方もちょっとねあの共有したいと思いますけれども、はい、でね16サイト一気に回すコツということで、基本的にあのパソコンじゃないと1分以内でできないので、パソコンでねぜひやることをお勧めしますと。でどうやってやるかっていうと、まあショートカットキーをね使ってやると、結構早くできますとね。でタブの切り替えなんですけれども、コントロールをしながらタブを押していくと、どんどんですねタブが切り替えられるので、それでページをどんどん切り替えて、で、あのロールボタンが下に隠れている場合がありますので、その時はね画面をめくってページダウンキーで画面をめくって、でそのロールのボタンを表示してクリックしてっていうのを繰り返していくと、まあ、ちょっとね口で説明してもなかなか分かりにくいと思うので、この後ね実際に私はこうやってますっていうのを、はい、お見せしたいと思います。はい、それではね早速16個のフリーフォーセットサイトを一気にね
ロールを回していきたいと思いますけれども、はい、ページめくりはですね、コントロールプラスタブでこうやってね、ページをめくっていきます。はい、でですね、はい、でこの今ボタンがね、ロールのボタンが下に隠れているので、ページダウンのキーでこんな感じでね、ロールのボタンを出してクリックしていくっていうことですね。これを、はい、1ページずつやっていきますので、結構ね本当に十数秒でできちゃうと思うので、はいね、一気にじゃあやっていきますので、ちょっと無言になりますので、はい、集中しますのでね、はい、じゃあやっていきます。こんな感じでサクサクいきますね。はい、これで16個回しましたと。はい、で確認をねしていきますけれども、はい、で基本的にね9とか、ね、98とかじゃなきゃ見ても意味ないので、はい、どんどん飛ばしていきますと、はい、これでね16個確認できました。多分これで1分かかってないと思いますね。スロット回して確認するので、多分30秒くらいでできてるんじゃないかと思いますので、はい、こんな感じでね、パソコンでやると一気に16個回せちゃいますので、そんなに負担にならないと思います。はい、でまた1時間経ったらこんな感じでね、スロットを回していくということになります。はい、こんな感じでね16個ありますけれども、まあ一気にできちゃうのでね、1個やるのも16個やるのもそんなに変わんないんじゃないかと思います。はい、ね、ぜひパソコン使ってサクサクやっていただけたらと思います。はい、じゃあですね、この16個のねサイトを紹介していきますので、はい、ぜひスクリーンショットを撮っていただいてね、まだやってない方は登録していっていただけたらと思います。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方は、いいねボタンをお願いします。無料で柴犬トークンがもらえるフォーセットサイト、フリーしば犬 .com です。1時間に1回、スロットを回すたびに、最大300ドル分の柴犬トークンがもらえます。姉妹サイトでも全部で16種類の暗号通貨がもらえるので、全部登録しましょう。フリービットコインです。1時間に1回スロットを回すことで最大200ドル分のビットコインがもらえます。ハイアンドローゲームや宝くじでもらったビットコインをさらに増やすことも可能です。こちらも無料暗号通貨がもらえるサイトを紹介しています。1時間ごとのスロットとツイッターに投稿されるプロモーションコードを入力することで追加でスロットを回すことができ、最大300ドル相当の暗号通貨がもらえます。まだまだ暗号通貨を無料で配っているフォーセットサイトがあります。イーサリアム、ドージコイン、ライトコインがもらえます。他のフォーセットサイトと合わせて1時間ごとにスロットを回しまくりましょう。完全放置で稼げるハニーゲインです。可愛い蜂さんたちが蜂蜜の代わりにお金を集めてくれる、そんな嘘みたいなアプリですが、安全かつ合法な不労所得案件です。クリプトタブや UBA と一緒に24時間稼働がおすすめです。自宅のパソコンでマイニングできるブラウザー、クリプトタブブラウザーです。ユニバーサルベーシックアセットやハニーゲインと一緒に24時間稼働でマイニングするのがおすすめです。ブラウザーでマイニングする暗号通貨、ユニバーサルベーシックアセットです。メタバース及び将来のデジタル資産の資本となる UBA を無料で提供しています。30分ごとにフリーホイールを回してビットコインをもらえます。サトシヒーローとサトシモンスター2つのサイトで1時間に4回ビットコインが稼げます。2016年から続いているフォーセットサイトです。1時間に1回ビットコインを掘ってくれるフォーセットサイト、ビットシャークです。タイトルアイコンはサメですが、ウェブアプリを開くと
おっさんがツルハシ持ってマイニングしています。レビューサイトでも評価が高いフォーセットサイトコインティプリーです。1時間に1回暗号通貨と交換できるポイントをもらえます。ゲームやアンケートに答えることでたくさんのポイントもゲットできます。海外ではコインティプリーと並んで上位にランクされているフォーセットサイトファイヤーフォーセットです。独自ポイントを稼いで12種類の暗号通貨で引き出すことが可能です。ポリゴンマチックトークンや Z キャッシュ、フレアートークンの3つの上場済み暗号通貨が毎日無料でもらえるフォーセットサイトパイプフレアです。ポリゴンはイーサリアムに代わる DeFi & NFT プラットフォームでコインマーケットキャップでもベスト20に入る需要の高いコインです。ブロックチェーンのスケーラビリティを改善する暗号通貨ゼンです。すでに大手の取引所に多数上場している実動している暗号通貨です。公式サイトが無料配布しているサイトから毎日ゼンをもらえます。スターネットワークです。1日1回ロケットマークをタップするだけで暗号通貨スターがマイニングできます。2021年9月にスタートしたプロジェクトなのでパイネットワークや P ネットワークに比べてたくさんマイニングできる初期段階です。打倒イーサリアムを掲げ中国で立ち上げられた TI チェーンです。アプリリリース前に10万人以上に登録された注目度の高い NFT& メタバースアプリです。オープンインベスティングカーレンシーオピンカーです。新しいテクノロジーと独自の経済モデルを使用して投資や強制購入なしで自動的な収入を提供するマルチユーザープラットフォームで使える CIO コインをマイニングできるアプリです。メタバースプラットフォームエコシステムで使える暗号通貨をマイニングできるアプリ、その名もメタネットワークです。1日1回ワンタップでメタを獲得できます。2月15日にリリースされたばかりの韓国製のマイニングアプリです。未来のデジタル通貨チートムーンネットワークです。24時間に1回タップするだけのマイニングアプリ、2021年12月スタートしたばかりでファーストステージで稼げます。元祖無料マイニングアプリパイネットワークです。世界最大のコミュニティであり、2022年はいよいよメインネットに移行し上場する可能性もあり、パイに価値がつくことになりそうです。まだ始めていない方は今すぐ始めてください。人材ネットワークと暗号通貨を組み合わせた次世代 Web 3.0 タレントエコシステムのボンデックスです。1日1回ワンタップでアプリから BNDX トークンをアーニングできます。2022年に IEO を予定している一押し案件です。暗号通貨ステーブルコインスペラックス USD とガバナンストークン SPA を開発しているスペラックスのアプリです。イーサリアムウォレットでスペラックスの XP トークンをアーニングできます。無料でビットコインがアーニングできるアプリエンバーファンドです。1日1回ワンタップで120サトシがアーニングできます。暗号通貨ファンドで資産運用もできます。1日1回質問に答えるだけで上場済みの暗号通貨ハイがもらえます。画面をスクリーンショットしていただいて QR コードを読み取ると解説動画が見れます。マイニングで稼ぐ、 NFT を作って稼ぐ、メタバースで稼ぐ、ビットコインレジェンドです。2月に上場予定のPCL をマイニングできます。エアドロップも2月から3回ほど行われる予定で、マイニングアプリのインストールが条件になっています。無料で稼げるアーニングアプリ大注目のリージョンネットワークです。ゲームして稼ぐ、動画を見て稼ぐ、紹介して稼ぐ、ウォレットを作って稼ぐことができます。2022年2月に IDO で上場の LGX トークンを稼ぐことができます。マーズマイニングです。火星をテーマにしたメタバーストークン MRST がマイニングできます。画面をスクリーンショットしていただいて QR コードを読み取ると解説動画が見れます。 NFT を無料でもらうことができるマイニングアプリユニコインネットワークです。マイニングした暗号通貨で NFT を購入することもできます。入手した NFT は NFT マーケットプレイスオープンシーで売ることもできます。ワンタップマイニングアプリヘキサネットワークです。10分前に広告を見ることで10分間マイニングスピードを2倍にできます。
始まってまだ間もないプロジェクトですので、たくさんマイニングできます。コイン X マイニングアプリです。1日1回ワンタップで暗号通貨 CNX をマイニングできます。先着500万人、かつ2022年12月31日までのマイニングなので、今すぐ登録してマイニングを始めてください。タイムストープです。韓国初の元祖メタバースマイニングアプリです。時間を暗号通貨に変えるアプリ。1日1回出席確認が必要です。B ネットワーク、1日1回タップするだけで暗号通貨 B がマイニングできます。パイネットワークのパクリ案件でしたが、ユーザーが1500万人を超えて単なるパクリアプリでなくなってきそうな感じです。